こぼしと織姫は今は会えずに過ごす日々、二人の仕事が見えないと親の怒りに触れたから、その牛飼いと織姫め誤解を解こうと考えた。夜の空を見上げれば二人の働き見えるように、夜空に流れる天の川、彦星はミルク注ぎ込み、織姫は絹織物を流して示す働きを、ミルクとシルクの川見上げ、織姫の矢も誤解解き、いつでも好きに会えるように許された喜びの二人、二人の幸せいつまでも。